YouTube 歴史塾へようこそ。歴史家の濱田晃一郎です。今日はその後の鎌倉殿の13人、北条泰時のお悩み相談に大江広元はどう答えたかというテーマで話していきます。1224年の6月、北条泰時が亡くなったことを受けて、嫡男の北条泰時は都から鎌倉に戻ります。鎌倉に入った泰時が面会したのが叔母の北条政子です。政子は泰時に義時亡き後の指導者として政治を行うように伝えます。が、泰時は、後々のことを考えると、政子のこの決定は早いんではないかと内心不安に思っていた。そんな悩みを持つ泰時が相談したのが、政所別当などを務めた幕府の重鎮、大江広元でした。6月28日、泰時の思いを聞いた広元は次のように答えます。いやいや、尼御台、つまり北条政子の決定は遅れて、今日になってしまったくらいです。それでも遅いくらいです。義時殿の死によって、世間は落ち着きません。そういった時は人々は何かといろいろな疑いを持つものですので、早く決めるべきことは早く決めてしまった方がいいんですと。鎌倉時代後期に編纂された歴史書、吾妻鏡には、広元の回答に接した泰時の言葉は記されてはおりません。しかし、広元の言葉を聞いて、それならばと、お父さん、義時の後を継ぐ覚悟を固めたんではないでしょうか。義時の後継執権は、北条泰時に決定と。まあ、一見落着と思いきや、吾妻鏡にはそれを黙認できぬ勢力がすでに動き始めていたことが書かれているんです。果たしてそれは何者か、そして泰時の運命はどうなっていくんでしょうか。さあ、ということで今回はですね、北条泰時のお悩み相談に大江広元はどう回答したかというテーマで話してきました。以上、YouTube 歴史塾、濱田晃一郎でした。